ウィース、こんにちは。ある東大生実況者、しゅんです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのマルティナがですね、ぶっ壊れな剣について話していこうかなというふうに思っております。それでは、早速やっていきましょう。でですね、まあ、貫突の条件はま、いろいろあるんですけれども、正直、そこまで難しくはないかなと。まあ、バランと比べたらですけどね。まあまあ普通かなというふうに思いますね。まあ難しいのはですね、基本的にそんなむずくなくて、まあ唯一難しいと思うのはですね、一番下の巨大ボスバトル魔王ルノーがレベル20を1回でクリアすると。まあこれ昨日動画出しているんですが、まあ悪デーモンを才能開花っていうのはまあ絶対にまあした方がいいかなっていうふうには思いますね。はい。で、まああとはですね、まあ何回でも挑めますので、まあ期間中にクリアできないということは、まあ絶対にないのかなというふうには思いますね。まあね、本当始めたての人は多分7回とか、まあ下手したら10回ぐらい、挑戦することになるのかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、ナーガから先に倒して、その後ノーガ倒すっていう戦法取れば、まあ、まあ、なんとかいけるかなっていうふうには思いますね。グレドラと、アクデーモンを、まあ、それぞれ才能開花させれば、まあ、無課金の人とかでも全然いけるのかなというふうに思いますと。でですね、マルティナの、まあ、まずは、まあ、これ皆さん、まあ、知っての通りということで、HP がまず、ですね、まあ、出ていたよりもですね、まあ、3突で HP プラス50が追加されていますが、ですから、まあ、前情報よりも高いということで、1114。これはね、すごいいいですね。で、18。HP18。で、MP が87位。で、攻撃力514で19位と。で、守備力389で44位。素早さが436で29位と。いうことで、まあ、まずというか、かなり、強力な方かなと。で、ですね、特技がですね、バギとデインで、まあ、特に射程も被らず、まあ、周囲一マスであったり、まあ、前方であったり、で、あとは直線であったり、で、必殺技が、まあ、3×3 の前方であるということで、まあ、どれも非常に、優秀かなというふうには思いますね。はい。で、加えてですね、体制面でもですね、あいつ一緒かな？名前忘れちゃった。ゴッドライダーか。ゴッドライダーと、全く同じということで、で、使う特技の種類も一緒ということで、まあ、ゴッドライダーの使いやすさ知ってる人であれば、まあ、この体制面でも特に、問題はないのかなというふうに思いますと。で、後でちょっと見せようかなっていうふうに思うんですけれども、全くね、まあ、割と適当にやっても、開花の扉、27回。で、27回の方はね、もう無課金でクリアできましたね。本当に、簡単にクリアできたかなと。で、あと、まあ、29回。ちょ、26だっけ？ちょ、どっちか忘れたけど、ちょ、26かもしんない。ちょっと今確認してみたら26回でしたね。はい。26回と、29回で、まあ、大活躍でですね。まあ、両方とも、数回やっただけで、まあ、マルティナいるだけで本当に簡単に、クリアできましたと。で、特に26回に関しては、まあ割と余裕というか、まあ全員無課金パーですね。課金パーいつ課金するキャラ一切なしで、まあドロップさんだけでクリアできるという、もう本当に簡単かなと。で、あとはですね、使ってみて思ったのは、ピンク台風より、天雷大車輪ですね。こちらの方がね、強いんじゃないかなと。で、根拠としては、ピンク台風はですね、まあ、ミローするんですけれども、まあ、例えばグレートドラゴン2体を同時に、ミローすることってあったんですよね。で、そしたら、グレートドラゴンがグレートドラゴンを殴りますので、ミロー解除されちゃうんですよね。まあ、なんで、まあ、ミローもミローで悪くはないんだけど、なんかね、どう動くか、ちょっと分かりづらいところもあって、まあ、天雷大車輪の方が、小編 P も低いし、安定するのかなといった感じで、まあ、どちらかというと、電寄りで見た方がいいキャラクターかなというふうには思いましたね。はい。で、まあ、あとは思ったよりも燃費が高いと。まあ、MP が354あって、まあ、天雷大車輪とかだったら、6発、7発撃てると、7発も撃てるのか、7発も撃てるということで、まあ、非常に、安定してるかなというふうに思います。で、まあ、HP と、守備力が高くて、なおかつ、激減が2つということなんで、まあ、無課金の人にとってはかなり、体制面では、まあ、役立ってくれるんじゃなかろうかというふうに思いますね。で、まあ、闘技場においてもですね、ですね、まあ、このピンク台風とかで、まあ、20% でありますが、ミローにされたりだとか、で、あとはですね、セクシーボディ。セクシーボディは言うほどやっぱ発動しないっすね。はい。まあ、セクシーボディでですね、なんだ？まあ、ミローにされたりだとか、まあ、あとはですね、まあ、割と簡単な感じで排水の覚悟ということで、HP が 50% 以下とかになってくると、素早さが上がってくるので、まあ、2回行動みたいなこともしてくるので、まあ、ちょっと相手したくないなっていうふうに思っておりますね。はい。ということなんで、まあ、マルティナのですね、貫突というのは絶対にやりましょうという動画で、今回は開花26回と29回実際にクリアしていこうかなというふうに思っております。それではやっていきましょう。
はい、ということで、まず、開花の扉26回ですね、やっていこうかな、というふうに思っております。でですね、これ、まあ、パーティー見てわかる通り、あ、そうか、カイザードラゴンだけあれか。ガチャさんちゃガチャさんか。まあ、あとはですね、全員ドロップさんということで。で、あと、カイザーの代わりは、まあ、ゴッドライダーとかでも全然可能かな、というふうには思いますね。あとは、まあ、そんなもんか。はい。で、まあ、これのいいところっていうのは、まあ、ほとんどの攻略はですね、グレートドラゴンの、まあ、吹雪受けないといけないんですが、今回、まあ、受けなくても、まあ、ワンパンできるっていうところですかね。まあ、なんで、まあ、割とね、ほとんどの攻略はなんか指導とか使って、まあ、眠り猛毒みたいな。で、眠りがなんか 40% から、まあ、50% かな ?50% で、そういう2体をやらないといけないということで、まあ、結構めんどくさいんですけれども、まあ、そこら辺をね、特にリセマラせずにできるっていうのが、強みかなというふうに思います。でですね、やっぱ、天雷大車輪ですね。まあ、これ火力なかなかですね、1412ダメージということで、まあ、かなり、火力が与えられるし、それがまだ中打ってるっていうのは非常に、強いのかなというふうに考えていますと。でですね、まあ、あと言うべきことってのは何だろうな。まあ、思ったよりも、だから、まあ、魅了の方にですね、まあ、我々というか、まあ、注目しがちですけれども、どちらかっていうと、まあ、周囲にこのダメージ与える天雷大車輪ですね。まあ、そちらの方に、を注視しておいた方がいいのかなというふうに、使ってみて思いましたね。ぶっちゃけ、まあ、威力も負けてますし、魅了もま、20% で、そんなに確率高くないし、あとはですね、まあなんだろう、どうしても隣接するんで、まあ周囲技ですかね。とか使うと、まあなんだろう、解除しちゃうんですよね、どうしても。まあなんでそんなに続かないっていうのが、まあ正直なところですね。で、まあピンクサイクロンとかも、まあ弱いわけじゃないんだけれども、っていう感じかな。弱くはないけど、そんな使わないよねっていうふうには思います。で、やっぱり、ね、てかあいつ。バランは強いね。で、まああとはもうここまで行けば勝ち確ですね。うわ、やっぱ受け、やっぱ激減はね、ほんと強いね。激減ってだけでマジで使いやすいわ。で、あと、ま、言うべきことっていうのは、そうだな。あいつだ、お化け小僧の、ま、採用理由としては、もう勝ちが、ま、ほぼというか、ま、決まったんですけど、まあ、やることないというか、まあ、スーパーハイテンションにして、蒼天マザーを打つという。ヤンガさん、マジで強いね。はい。まあ、当時はですね、出た当初はですね、ゴミカスだとかなんだとか、まあ、ひどいこと言われていましたけど、僕はやっぱり、強いかなというふうに思いますね。はい。まあ、スーパーハイテンション、ガキンのキャラでですね、できるっていうだけでも、かなり使いやすい気がしますと。ひささざとの相性が、まあ、すごくいいですよね、スーパーハイテンションって。まあ、今回はですね、なんだ、身代わりとか欲しかったかなって。身代わりじゃない、連携か。そうそう、ドラケイレブンキャラって、まあ、連携じゃないですか。まあ、なんでね、まあ、ランダムで、なんかダメージ食らった時に、なんか 20% ぐらいの確率で、みたいな。なんか、連携状態になるみたいな。まあ、そういうのあっても、面白そうだったなとか考えてますね。はい。まあ、いずれにせよもう勝ち決まってるんで、あとはのんびりやろうかなというふうに思います。HP 高いって、まあ、単純に強いっすよね。HP と守備力で攻撃力が高いって、まあ、特に、ほんと文句のつけようがないっす。マジで。で、まあ、ここで、なんかプレミっぽいな。いや、まあ、囲いたいだけか。囲ったら 100% 負けないんで、囲おうみたいな、そんな感じですかね。で、ダメージ与えて、で、最後、なんだ、蒼天魔山ですね。で、しっかりと、リーサルを決めていくと。いやー、意外とというか、天雷大車輪の方が、強いっていうのを結構、留意しておきたいかな。まあ、結構ね、トマホーガーとか使ってる人だったらわかると思うんですけど、まあ、周囲技、移動力さんの周囲技って、まあ、想像以上に使いやすいんですよね。それに属性ついてるって考えたら、いいのかなと。で、26回の次は29回ですね。はい。まあ、このスライド27ってなってくるよ。26ですね。はい。で、次は29回やっていこうかなと。で、まあ、こいつら、イオ系とヒャド系しか使わないんですけど、両方とも、激減なんで、その時点で、まあ、相性が、まあ、すこぶるいいですね。はい。で、まあ、あと言うべきことっていうのは、まあ、今回の動画ね、ミロをね、まあ、見したかったんで、ミロ状態にしようということで、まあ、ミロ状態にならないとリセマラ繰り返してたんですけれども、まあ、ミロしないでも、簡単にクリアすることができましたと。そんぐらいかな、正直っていうことって。まあ、あとは、この、まあ、ステージの特性で攻撃力が敵が、2段階上がった状況なので、まあ、ヘナドスを、メタドラ、そしてドレアム両方に覚えさせているということですね。まあ、片方でも、まあ、運ゲーでですね、なんだ、攻撃力下げることができればいいのかなというふうには思いますね。はい。で、まあ、そんだけか、そんぐらいかな。で、ピンク台風でしっかりと未了にしていくと。これが本当、いいよね。はい。未了がね、なんかね、確率変わった気がするんだよね。敵に。前ね、ほとんど殴らなかったんですけど、
まあ、最近結構その、要するに混乱とそんなに変わりないというか、なんか、違いがないみたいな、混乱との違いが特にないよねってなってたんですけれども、まあ、最近結構違いが出てきたというか、まあ、特に使ってくる、なんか確率変わったような気がする。まあ、体感ですけどね。はい。なんか、ゼシカのミロより強いようなイメージを持ってる。で、まあ、風紀とかも、当然、全然、食らわないということで、まあ、やっぱり、最強というかさ、飯強いね。やっぱ、激減ってだけでやっぱ強いんだよな。で、まあ、ここはね、まあ、やることなかった。いや、本当は、ピンクサイクロンとか使う必要性な、全くないんですけど、まあ、ちょっと、あれかな。まあ、また、起こして、さらに魅了できたらいいなということで、しっかりと魅了していくと。まあ、完全にこれは趣味ですね。はい。今のところは、まあ、寝たまんまでも良かったような気はしないでもない。MP がもったいないというふうには思いますが。まあ、面白い。面白いからね、って感じです。一応、ピンクサイクロン2回使えるんですけど、高難度の場合、多分ほとんど使わない方がいいのかなっていうふうに思いますね。初 MP がま、90ぐらいなので、まあ、そしたら天竜、天雷大車輪をですね、2回打った方がいいのかなっていうふうには思いますね。はい。まあ、あるいは、ピンク台風か。を2回打った方が、まあ、最終ダメージ多いんで、まあ、よっぽど焦ってる時はもちろんピンク台風の方がいいんですけど、焦ってなかったら、まあ、普通にやった方がいいような印象は受けてますかね。で、適当なグランドクロスを打っていくと。で、ミサイルの追撃。で、まあ、ここでもやっぱ強いよね。はい。まあ、こんな感じで、2体まとめて攻撃できるんで、まあ、ここが魅力なのかなと。で、魅了できませんでしたが、負けはしないだろうと。いう感じですかね。で、破壊神の叫びでグレドラしっかり倒して、あとはもうほぼ確定なんで、マルティナにヨナズ食らうけど、まあ攻撃力が上がるだけと。素晴らしいですね。やっぱ受けがね、強いと安定しますよね、非常に。まあ29回とか27回とかって、まあ割とその難しい印象あるんですけど、まあそこが、なんだろうな。まあ、かなり簡単にクリアできるようになるということで、マルティナはマジで強いのかなっていうふうに思いました。ということで、ドラゴンクエストダクトのマルティナの攻略でしたね。いや、マジで、まあ、普通に使いやすいですね。で、まあ、開花25以降で役立つ印象ですかね。で、まあ、まだ25回とかクリアできてないよって人でも、まあ、今後役立つってことを考えたら、まあ、必ず貫突しといて、まあ、ランク7にしとくのが無難なんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただ、ウルノーガンドウルナガ戦ではあんまり、役に立ちそうにないのが、まあ、ちょっとネックではありますけれども、んまあ、それ置いといても、まあ、魅了であったり、まあ、特に周囲ですね。で、燃費もそこそこ良くて、素早さ高くて、攻撃力高くて、守備力高くて、激減2つ持てるって、で、ピンク台風あってって、まあ、褒めるとこしかないんで、で、まあ、攻撃力と素早さ、HP 半分になったら上げれるっていう、まあ、持ち上げ要素しかないので、まあ、課金キャラってなったら、またお金どうこうってなるんですけど、まあ、無課金でも手に入るってことを考えたら、必ず、ランク7にしましょうという動画でした。で、ですね、まあ、今後も、ドラクエタクトに関するですね、攻略動画とか、まあ思ったことをですね、まあちゃんとね、自分で、まあ経験して、忖度せずに発信していこうと思っているので、まあ役立ったなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。